退所発表したジャニー Jr. 参戦。ジャニー Jr. 本来退所する際公式の発表はしませんが、発表した異例のジャニー Jr. がいます。インパクターズ。2020年に結成され、Jr. 内でも人気のグループだったんですが、2022年の末頃にメンバー7人全員の退所報道が出ます。その後、井ノ原社長、メンバーたちから退所についてのコメントが公式発表されます。今後 IMP としてタッキーの事務所で活動していくので、目が離せないですね。ラブトゥーン。ラブトゥーンは2016年に結成され、バンドスタイルが武器の当時のジュニア環境で大人気だったグループです。かなり人気だったため、ジャニーズ事務所公式から退所発表がありました。今は森田美優斗くんが脱退し、6人でセブンオーダーとして活動していますね。小原祐希くん。小原くんはタッキー、嵐、関ジャニなどが、ジュニアの頃のジャニージュニア黄金期の主要メンバーでした。この美少年ぶりから誰もがデビューすると思っていたみたいですね。退所する際は、なんとコンサートでセレモニーを行ったんですよね。卒業セレモニーを行うのは小原くんが最初で最後だと思います。卒業し、一般人になった今でも、たまにメディアに出演しています。まさに伝説のジャニージュニアです。チャンネル登録よろしくお願いします。